この岩もかまどまんじゅうみたいですけど、あそこに人面岩がある。人面岩めっちゃ顔に見えんねんけど。はい、どうも皆さんこんにちは。旅トレインストラクターのフナッシュです。今ですね、香川県の丸亀市に来ております。これからですね、丸亀港から船に乗って志和久諸島の一つ、香川県なのに広島っていうですね、ちょっと変わった名前の島にね、渡りたいと思います。何をしにね、広島に行くかというと、なんか山の上に砂漠があるっていうね、大東砂漠っていうのがね、山の上の砂漠ですよ。ちょっとそれをね、見に行きたいと思います。はい、丸亀港ね、到着しました。実は2日前にここから、本島っていうね、島に渡ったんですけれども、本島へはね、本島汽船という船で行きましたけれども、今回は、この広島の方に行くので、これはね、美山フェリーという会社になるので乗り場が違います。こっちがね、本島汽船で、こっちが、美山フェリー。本島と同様に、あの美山フェリーもフェリーと高速艇があって、高速艇だと20分、フェリーだと50分かかるのでね、全然所要時間が違うのでご注意ください。でこっちが本島汽船で、こっちが美山フェリー。切符はこちらのね、券売機で買って、人はね、無人。ここにね、パンフレットがあるのでもらっていくとね、いいと思います。基本ね、放送とか全然してくれないんですけれども、フェリーと客船、高速船はなんか乗り場が違うみたいで、客船はね、なんかちょっと離れたところに乗り場があるそうなので、危ない危ない。こっちのね、緑の桟橋が客船の乗り場だそうです。誰もね、呼んでくれないんでね、危ないね。これ気づかんかったらずっと待ってる人いるんちゃうかな。ちょっと離れているのでね、気をつけましょう。こちらがニュービサンに今からね、乗り込みたいと思います。はい、こちらね、広島の江ノ浦港にね、到着しました。まあ、ほとんどなんか地元の人って感じですけど、観光客っていうかね、リュック背負ってる人が2人ね、乗ってましたけれども、あとはなんか地元の方とか、作業ねされる職人の方とかでしたね。さて、ここから登山口までは15分ぐらい歩くそうです。なんかレンタサイクルもあるって聞いたんですけど、どこで借りれんのかな。まあ、とりあえず先山登ろうかな。あの左に見えてる山が大東山だと思います。志和久諸島の最高峰だそうですよ。まあ、最高峰言うても312メートルだそうですけど、でその山頂のちょっと下に大東砂漠っていうね、砂漠が広がっているそうです。楽しみ。なんかね、乗り場、丸亀港にあったこのね、パンフレットに一応ね、港から登山口までの地図は載ってます。あとフェリーの時間と、フェリーと高速艇のね、時間と。本数が少ないんでね、ちゃんと時間ね、見た方がいいですよ。なんか4月5月のツツジの季節と、あと紅葉もね、いいっていう風に書いてます。全然人歩いてないね。これね、広島中学校、中学校がある。めっちゃ綺麗。この先にコミュニティセンターで農協があって、川渡ったら右だそうです。
なんかこのね左側も綺麗なビーチでヤシの木があって、なんか南国ムードが漂ってる。意外と、バス停、学校前、給食センター、なんかコミュニティセンター、あ、これかな、ちゃうわ、え、コミュニティセンターってないけど、 JA、 これは農協か、農協ってか学校、学校で地図に書いてたらいいのに、学校はコミュニティセンターになってるのかな、なことないか。で、農協があって島の保健室で、川渡って左ってね書いてました。案内板があると、あ、書いてるわ。お手洗いもそこにあるので、お手洗い行ってた方がいいのかな、お父さんへということで、ここにねトイレがあるので、ここでお手洗い済ませてから行った方が良さげでございます。で、こちらにね日本遺産の看板もね立ってます。大東山、大東砂漠、こんな感じ。はい、こちらでねトイレと、まあ、準備体操を済ませましたら、このね川沿いをひたすらね沿って歩くといったことだそうです。はい、ちょっとトイレがねそんなに綺麗じゃないので、わ、二宮金次郎がいる、最近見ないですよね。お手洗いはね港で、女性の方は特にね港で済ませた方がいいんじゃないかなと思います。で、実はあの私さっきの間違えてこっちに、向こうに山が見えるからこっち曲がっちゃったんですけど、しばらくこのままね川沿い進みます。なんか左から行ったらすっごいところ出ちゃったんで、はい、しばらくね川沿いを歩いたらT 字路に差し掛かりまして、ここにね大東山左へというね看板っていうか、これ石の島なんで、青木石っていうね墓石とかに使われる上等な石だそうですけれども、このね案内を左、そしてもうね山見えてるので山に向かって歩くということです。さあ、いよいよね登山口に差し掛かったようです。時刻は8時35分です。ようこそ大東山へということで、はい、四枠富士大東山、港がここでしょう、で、ここから片道60分ということですね、距離は 1.5 キロで大東山、標高312メートルで、もう一つこっちと、もう一つこっちとね、登り口が3つあるそうです。で、こっちに新行山っていうね空海が修行したっていう、山があるそうです。まあそっちに抜けてもいいんですけどね、だいぶこうぐるっと歩かないといけないんで、私はね往復したいと思います。ちょっとこの厳島神社も気になるんですけどね、香川県の広島にある厳島神社っていうね、ちょっと面白いですよね。はい、じゃあね向かいたいと思います。心配な方は杖を借りていきましょう。もうここ来るまでに汗びっちょりだわ。もうね一緒の船で来た女性2人には先に行ってもらいました。かなりなんかやぶこぎみたいなところを歩くって聞いているので、まあやぶこぎはねいつも釣りで慣れてますけど、あ、スズメバチ注意、スズメバチは嫌だな、これすごいな、ちょっと画面では伝わらないかもしれないけど結構勾配きついですよこれ。よいしょ。ほとんどねネットに情報がないんですけど、なんかお子さん連れで上がった人のブログとかね見ましたけど、その方だいぶ時間かかったみたい、子供連れだと。あとはなんか2021年に
両備さんとか両備バスとかフェリー会社の人とかが、あと朝日新聞の記者の人が一緒に上がって、なんかこう一般の人向けのツアーとか、作れないかっていう調査にね行ったっていう記事を読みましたけど、その後そんなツアーが出ている様子はなかったので、やっぱり一般向けではないと判断したのかなと思います。いや、確かにね、いいとこたくさんありますけど、ツアーでねやるとなると安全面とかもね考えないといけないので、そう簡単にはね実現しにくいですよね。やばいやばい。その新聞記者の方はもう1時間ぐらいで登ったってね書いてたんですけどね、はあ、これ正面きついわ。皆さんしっかり登る前に準備体操ねお忘れなくですよ。おっと、なんか鎖場がありますけど、なんかね尾道のしまなみ海道のね、いわし島っていう、島が、よいしょ、あって、そこもなんか、同じような感じの、この岩の、岩質っていうんですか、この地質と、なんか景色がね、そんな感じがしますわ。あそこもなんか砂漠みたいになってるところがあったし、じゃあちょっとねしばらくこんな感じだと思いますので、一旦ね撮影を中断したいと思います。お父さんへ。いや、なんか、あ、ここいいね景色が、あ、めっちゃいいじゃないですか。これさっきのビーチだ。いや、奥にね瀬戸大橋も見えてます。いいね。けど上上がったらもっと綺麗なんだと思うので、ちょっとね先を急ぎたいと思います。あと40分って看板がありました。はい、なんかね開けたところに出たと思ったら、ここが砂場があるから、ここがオート砂漠なのかな。山頂はまだ上なんですけど、山頂の手前にオート砂漠があるということで、今まだ9時なんで30分ぐらいしか経ってないけど、ここなのかな、ここのことかな。よくわからんけど、一回のちょっと一回上上がって見てみたいと思います。お父さんへ。お父さんを目指してるわけじゃなくて、お父砂漠を目指しているので、ここがそうなのかな。まあ、とりあえず上がってみましょうか。で、何もなかったら、今のがお父砂漠ということで、とりあえずはね、山頂目指したいと思います。シダだらけ。よいしょ。まあ、これからね、どうですか。大塔さん登る人は参考にしてもらえたらいいですね。どんだけ需要があんねんって話ですけど。すげえ、まさにヤブコギだ。いえ、これ長袖で着た方がいいと思います。半袖、痛い。さっきのところから急にヤブの濃度が濃くなってきた。あ、アゲハチョウ。イエー。これはやばい。イノシシいるそうなんでね、ハンターの山本アックさん呼んでこないと。いてよいしょ。あ、抜けた。はい、またなんかね開けたところに、おー出ました。
あ、ここも素晴らしい。あ、本州側が見える。すごいな、瀬戸大橋、マシューザンハイランド、ブラジリアンパークの観覧車も見えますね。いやー、いいねー。あー、いい景色。ここでちょっと休憩するんじゃ、じゃない休憩するのがいいんじゃないかなと思いますね。途中ね、休憩するところがないっていうか、道が狭くて、ここね、いいんじゃないでしょうか。ちょっとしばし休憩しましょうか。景色を眺めて。はい、今ね、景色のいいところで休憩をしております。もう9割ぐらい登ってきたのかなと信じたいですけれどもね。途中ね、やっぱり岩掴むところ、掴まないといけないわけじゃないけど、掴んだ方が楽なところとかあったので、グローブはね、あった方がいいと思いますし、あと、ヤブが多いんでね、私今してなかったんですけれども、こういったアームカバー、半袖で、まあ、暑いからね、着たい気持ちはわかるんですけれども、長袖で来るか、もしくは半袖で来て、山入るときにこのね、アームカバーをして入ったらね、いいんじゃないかなと思います。結構シダが多くて、チクチクね、当たるので、アームカバー、そして岩とかね、持つときに、グローブがね、あった方がいいと思います。あとは、ペットボトルの、飲料水。私501本なんですけどね、もう1本持ってきたらよかったかなというふうに思いました。もちろん途中自販機ないんでね、必ず港で用意をしておいてください。いやー、いいね。あとね、日差しが強いんでサングラスもあった方がいいと思います。さあ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 。こんな感じ。ねえ、めっちゃええっすよ、これ。いやー、眩しくてよくわからんけど。めっちゃええ天気。良すぎる。まあ、眩しい。もうね、山頂近いかなと思ったら、あと10分。10分で砂漠って書いてあるわ。マジか。ってことは、さっきのは砂漠じゃなかったのかよ。なんやねん。あれかと思ったわ。え、こんな上にそんな、さっき見たとこあるんすかね。しかしほんと、小枝が、ちょこちょこ当たるんで、やっぱりこれアームカバー、これ持ってきてよかった。最初つけてなかったけど、めっちゃ当たるんでね、これ。長袖かアームカバー必須やな、これ。で、道外れないようにちゃんとロープしてある。ありがたい。あ、ちょっとなんか、おお、お立ち台みたいなところ。あそこ座ってなんかね、後ろから撮ったら、インスタ映えするんちゃいますか。よいしょ。あ、そういえばね、同じく瀬戸内海の、岡山の、なんだっけ、白石島って言った時も、あれ？空中庭園。これか。なんかね、こういったところ行きましたよ。おお、これは砂漠だ、確かに。これ抜けると砂漠か。あ、こっち側か。あ、すごーい。あ、私、てっきりあっち側かと思ってた。あ、本州側にあるんや。これですよ、これね。いやー、すごい。いや。おう。すごーい。これか、確かに砂漠だ。すごい。これ、ここか。こっち側か。いやー。なんかね、岩が写真にあったんでね。すぐわかりましたけど。あ、これか。すごいですね。いやー。確かにさっきのところよりかは、規模が大きい。そしてめっちゃ滑りそう。ズズズズってこれ行くやつやね、これ。危な、これ。これ、ちょっと待って。え？ちょっと待って。絶対滑っていくやつやん。え？え、どうして？え？え？これ、どうやって降りんのこれ。ここそあれ、ロープいるんちゃいますんこれ。ちょっと待って。あ、ちょっと。ちょっとこれ。これ、ちょっと。ちょ。
これ。おお、ダンボール持ってこらないよこれ。よいしょ。おお、めっちゃ滑る。これはちょっとお客様連れてこれへん。よいしょ。この岩が、そうそう、このなんか香川名物かまどまんじゅうみたいな、このなんか掘られてますけど、これなんですか、これヒエログリフですか、 SKYO、 よう分からんけど、これかまどまんじゅう岩ですね、これ知らんけど。いやいやいや、よいしょ、いいじゃないですかこれ。これどっからどうね、楽しんだらいいかよくわからんけど、こっち降りたらあかんのよね。でもなんか声が聞こえる、多分あっちが新行山かな、なんか声が聞こえるってことは、さっきの二人組があっちに行ってんのかな。あーでもやっぱ島でかいな、向こうも島でしょ、広島でしょ、やっぱでっかいですね。いやーでもちょっと、はい、いやー着きましたよこれ、大塔砂漠、山の上に広がる砂漠、大塔砂漠に到着しました。いえいえ、シャ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 、これ GoPro で撮った方がええんかな、これ迫力に欠けるね、スマホだと。なんかね、よくね、岩見ていくと、ここなんか人工的、これ勝手に割れたんかな、自然に割れたんかな、なんかね切れ目が入っていたり、あとね、なんかこの岩もかまどまんじゅうみたいですけど、あそこに人面岩がある、人面岩、めっちゃ顔に見えんねんけど、これそこもそうですけど、なんかね人が掘った跡あるじゃないですか、こんな感じで。多分ねこれいろいろね、なんか加工しやすい岩だから掘ってるんですよね、多分来た人が。これもただしって書いてるけど多分この焦った、これ人の顔かと思ったけど、これ魔害物なんか石仏ですかと思ったけど、これ多分人がポロポロこれ削れるから、これ目鼻口でね、これ削ったんでしょうね。そうじゃないとこれ自然にはできないでしょこれね。猿岩、大仏岩、これ絶対これ誰かが削ったと思いますよ。だってこんな感じですぐ取れるんでね一瞬焦ったこれこれはガイドブックっていうか何も載ってなかったな。他にも探したらね、こんなのがあるかもしれませんね。はい、ちょっとね、せっかくなので大塔砂漠を少しね下まで下ってみようかなと思います。よいしょ。でも山頂はこっちじゃないんだよね、だから戻らないといけないけど、でもせっかく来たので、よいしょ。山の中の砂漠ですよ。こんな感じで、こんな。いや。これこっからそのまま新行山行けんのかな。もうね、案内とか全然何にもないんでね。放置、好きに遊んで好きに帰ってって感じ。あれもなんか揺るぎ岩っぽい岩で、すごいなこれ。おお、落ちそうだけど落ちない。あ、この先はそんな砂漠感はないので引き返しましょうかね。この岩もいいですね。あ、これもなんかすごいな。これこのバランスよ。大丈夫かこれ。
一緒あったんかな、これ最初は。いやーすごいね、でもいいところだ。さて記念写真もね撮り終えたので帰りましょうか。帰りましょうかっていうか山頂を目指しますか。まだ山頂行ってないね。これ行きはよいよい帰りはってやつですよね。これめっちゃ滑るから、はあ、ちょっと行きと違う道を通ってみようか。すごいねこれ、砂漠砂漠。よいしょ、よいしょ、痛い痛い痛い、いやいや、砂漠すごい、よいしょ、あ、ここがすごいですね、ここ注意です、注意、あ、いや、これは、よいしょ、よいしょ、さよなら、ほうとう砂漠。で山頂はこっちか多分。やぶこぎやぶこぎ、いていていてて、これほんま道があるんかないんか、合ってんのか間違ってんのかわからんわ。あれこれこれどっちやろ、こっちかな。なんか、かろうじて、これがなんか多分、目印かな。わかりにくい。わかりにくい。わかりにくいけど、あるだけマシだね。ありがとうございます。よいしょ。あ、目印がある。ありがとう。で、これは、どっち？どっち？こっちに白いのがあるからこっちかな。マジか。新行山とか行けんの嫌やで。山頂はどこだ？山頂は。これ、新行山への道のりなのか、大塔山の山頂への道のりなのかが、わかんないんですけど。青い。青いリボン。なんか嫌な感がするな。青。ん？なんかある。なんかがあった。なんかがあった、あと。なんなんだ、山頂は山頂って書いてんのかな、これ。あ、ほら、新行山へって書いてる。あー、待って。ようこそ、白久山山頂へ。あ、ここが山頂か。よかった。新行山へっていきなり書いてるから、新行山へ向かってるかと思ったら、ここが山頂だそうです。なんか山頂っぽくないけど。だから分岐点ってことなのかな、山頂が。違うか。はい、無事ね、山頂、着きました。で、向こう行ったらね、新行山へって書いてますけど、新行山へは抜けずにね、引き返したいと思います。山頂、着きました。標高312メートル。ということですね。はい。いや、下山途中でねちょっと足を止めたんですけど、あまりに景色が良すぎてもうずっとここにいてたいなって感じですね。もったいない降りるのが。めちゃくちゃ景色がいい。下にね見えるのがあれが採石場かな。いやー、ええな、ほんま。で、牛島、本島。で、奥に瀬戸大橋がね、見えるんですけども、普段はね、もう一気に渡っちゃうんで、今回はほんとね、2泊3日、丸亀に滞在しましたけど、瀬戸大橋満喫の3日間でしたね。こう、やっぱ横から瀬戸大橋見るっていいですね。本島の方がもちろん近いんでね、
本島真横に見えますけど、ええー、なー、これは贅沢だ。はい、今ね下まで降りてきました。あの上までね行ってましたよ。でここのね小学校、あ中学校か、広島中学校は今中学校じゃなくてコミュニティセンターになっているようです。だから地図にねコミュニティセンターって書いてあったのか。はい、ということで今11時半ぐらいなのでだいたい3時間、ということです。あの下からね、測って、で本当はねパッと上がってパッと降りてレンタサイクル借りようかなと思ったんですけれどもね、あまりに景色が途中良かったので、まあのんびり景色を見たり写真撮ったり岩の上でねゴロンとしたりしてたので3時間かかりましたけれどもね、あのせっかく島来たのでね、あんまりせかせかするのももったいないなということで景色満喫をね優先させていただきました。皆さんもぜひともね、あの市役所とあんまり聞いたことないかもしれませんけれども、おとつい行った本島が、人口が一番多くて300人ぐらいで、この広島は一番市役所等で大きな島なんだけども人口は170人ぐらいとね、ネットの情報ですけれども、そういう島だそうです。あの丸亀からもあの高速艇だと20分でね着くので、本当ね便利な島ですのでね、その割には人が少ないというか観光客が少ない穴場でございますのでね、ぜひとも絶景好きの方、あと島旅好きの方はね、この香川県の市役所とはね訪れてみてはいかがでしょうか。こんな感じでね絶景が待っておりますよ。ちょうどね、高速艇のニューピサンが着岸してますね。私は今ね、乗ってるのがヒロデオンっていうね、フェリーです。ヒロデオン、かっこいいですよね、名前が。それではね、お父さんとお別れでございます。まあ、ようね、あの船が降りてずっとね、あそこまで上がったわって感じですね。船はここまでかな、これより上は行けないっぽい。トイレと自販機と、そうですね、あとはもう中。まあ、外でね過ごすには30分じゃないわ、50分か、長いので中でねゆっくりしたいと思います。